レッドパンサー、千切豹馬について解説。千切豹馬、赤い髪をなびかせて走る姿から、レッドパンサーの異名を持つプレイヤー。過去には、右膝前十字靭帯断裂の大怪我を負ったことで、サッカーを諦めてしまっていたものの、ブルーロックの戦いの中で、世界一のストライカーを目指していた時の気持ちを思い出し、怪我のリスクを覚悟しながら、再び世界一のストライカーを目指します。プレイヤーとしては、50メートルを5秒77で走ることができる、俊足を生かしたプレーを得意としていて、このスピードは、300人いたブルーロック内最速の速さを持ちます。ちぎりはこのスピードを生かしサイドを駆け上がり、正確なセンタリングで味方をアシストしたり、ノーモーションから内か外の2択から超速のカットインで抜き去る、マッハカットインで相手を抜き去り、ゴールから19メートル、左斜め44度の自身の最も得意とするゴールデンゾーンまで侵入し、正確無比なセンタリング技術を応用した44パンサースナイプで得点を奪ったりなど、速さを生かした個人技はワールドクラスの実力者です。